この草を刈っていきたいです。草刈りですか？はい、はい、了解しました。草刈りはどれを使えばいいんでしょうか？どれだと思います？むずいなこっちは多分地面掘る系だと思うんで、これ何？これじゃないですか？正解です。やったぜ。いやこれでも僕使ったことないんですけど。じゃああそこら辺から攻めていきますか。そうそう、20代というか思いのほか綺麗になりましたね。はい、いや、いいと思いますね。はい、それっぽくなってきたんじゃないですか。はい、それっぽくなってきましたね。このやり方がまず合ってるかどうかわかんないですけど、これだけでもね、そんな感じになればと思ってなんかやってるんです。これをやんなきゃいけない。ああ、やります、やります。
僕らの使い方がだいぶ悪かったみたいで、壊れてなかったです。ごめんなさい、壊れたと言って。やりすぎてもあかんのかな。いやけどこんなもんでいいのか。こんなもんなんすかね。リアルにもう一回ぐらいいっとく。これもう鳴らして、そっか、なんか形みたいに作った方がいいんか。植えようかということで、どれにしようかなっていう。食べたいもの。食べたいやつ、いや、ネギは絶対美味しいですよね。確かに美味しそうですね。なんか難しそう、育てるの。でもやっぱりね、多分今育てたら大体冬ぐらいになると思うんで、鍋の季節じゃないですか。そうですね。鍋といえば何なのかな。水菜。ああ、確かに。春菊も入ってる。カブとかも鍋もありそう。食べたことないですけど、まあ、確かに。まあ、鍋は何入れてもうまいっていう。あの、水菜か。水菜は入れましょうか。そうですね。でもあれ、スペース的に多分、いけても1種類とか2種類だと思うんで。そうですね。じゃあ2種類ちょっと。2種類やりますか。はい。ネギかな。え、でもカブいきたいな。確かにカブ美味しそうですね。可愛くないですか、カブ。可愛いですね。あ、可愛くないですか。可愛いです。なんかあと全部緑です。確かに色の水菜とカブをね、植えていきたいと思います。はい、ということで、ちょっといろいろトラブルがありましたけども、ようやく畑を耕すことができまして、まあ、種をね、これから植えていこうと思います。で、 Google でね、調べた結果、筋巻きでしたっけ。筋巻きっていうやり方が正しいみたいなんで、ちょっと初めてですけど、筋巻きでやってみたいと思います。はい、で、多分ね、1センチぐらいって言ったかな。2列って株やから結構こんな感じ。合ってるんかな、これほんまに。はい、次じゃあ、株がとりあえずこの辺に負けたんで、次水菜の方巻いていきたいと思います。日暮れましたね、もう。さっきと一緒なんですけど。じゃあ種まきが終わったので、で最後水かけて終了になります。ということで埋めていきます。よし、これでいいんかな、本当に。代用の水で。
松田さん。はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。今は何をやられて、はい、今さっきの動画の編集をしてます。なるほど。ワーケーションですね。ワーケーションってやつですかね。どうでした？農業。いや、農業めちゃくちゃ大変ですね。何が一番大変でしたか？いや、絶対耕すところでしょ。力がこもってますね。まさかこの令和になってクワを持って畑を耕すことになるとは思ってもいなかったんで。でも面白かったです。時間はあっという間に過ぎてました。そうですね。気づいたら、いや、もう気づいたらもう日暮れてましたから。はい。最後の方少し、まあ、日暮れ前にちょっと早くせなとか言ってちょっと最後雑になっちゃったかもしれないですけど、いやでも楽しみですよね今後。そうですね。2ヶ月後とかでしたっけ。そうですね。巻いて2ヶ月後ぐらいが収穫になると思うんで、また2ヶ月後っていうか多分水やったりとかしに来ないといけないと思うんですよ。うん。なんで、まあ、またちょっと様子見つつ成長していくのか成長しないのか今後今日植えた野菜がねちゃんと成長してくれるのかっていうのもこのまた YouTube でお届けできればと思っておりますので、次回の動画もお楽しみということで、今日はお疲れ様でした。おはようございます。Ha ha ha.